インドでは新型コロナの感染拡大で医療用酸素の不足が深刻化しています。病院で患者が吸入する酸素の圧力が低下する事態が起き、少なくとも20人が死亡しました。地元メディアによりますと、インドニューデリーの病院で23日、少なくとも20人の新型コロナの患者が吸入する酸素の圧力が低下した影響で死亡しました。インドでは新型コロナの感染拡大で医療用酸素の不足が問題になっています。インド政府は軍用機や特別列車などを使って医療用酸素を各地の病院へ届けていますが、感染者の増加に追いついておらず、深刻さは増しています。インドでは24日、1日の感染者数がおよそ34万人に上っています。